フレデリック・ダグラスは、アメリカ合衆国メリーランド州出身の元奴隷、奴隷制度廃止運動家、新聞社主催、政治家。編集、講演、執筆、政治家としての活動を通して、奴隷制廃止論を唱えた、アフリカ系アメリカ人の活動家である。その強硬な姿勢から、アナコスティア・ライオンなどと呼ばれた。フレデリック・ダグラスは、メリーランド州、 タルボット軍にて奴隷として生を受けた。自身は1817年の生まれと思っていたが、少年は定かではない。母親とは隔離されて生活させられるが、彼が7歳の時にその母も死ぬ。父親は、はっきりせず、彼の奴隷所有者であった白人のアーロン・アンソニーだろうと、ダグラス本人が語ったこともあったが、後にそれも、疑わしいことを本人も認めた。 アンソニーの死後、12歳のダグラスは、ボルチモアの別の奴隷所有者の元へ引き渡され、当時違法ながら、女主人に文字を習った。後に、彼女の夫に禁じられたが、街当と使い古した教科書で勉強を続けた。読み書きを覚えた頃には農場を出て、ボルチモアの造船所で、都市奴隷として働いていたが、1833年に主人が死に、 その後始末に農場に送り返された。1838年、奴隷の境遇から脱出を図る。船員服に黒人仲間からもらった身分証を携えて列車に乗り込み、ペンシルベニア州フィラデルフィアを経由して、ニューヨークにたどり着く。ダグラス23歳の時に、マサチューセッツ反奴隷制協会にて、初の演説を行い、反奴隷制大会の演説のため、 6ヶ月間アメリカ、合衆国中を旅した。その後、皮膚の色、性別を問わず、人は皆平等の権利を与えられるべきだ。思っっとうに、ノーススター紙などいくつかの新聞を発行する。他のアフリカ系アメリカ人指導者にしばしば見られた、武力をも辞さない急進的な奴隷革命には、ダグラスは、肯定的でなかった。黒人のわずかな武力で立ち上がれば、 より大きな白人の武力によって徹底して潰されるのが常であった。著書にフレデリック・ナグラス事情でアメリカの奴隷がある。一般的に教養があるはずないとされていたアフリカンアメリカ人が、本を出版する機会は当時ほぼなかったが、この本は肯定的に迎えられベストセラーになりフランス語、オランダ語にも翻訳された。本国で有名になりすぎたため、 元奴隷所有者からの告発を懸念してアイルランドに渡る。アイルランド、イギリスでも講演を行う。1863年、時の大統領エイブラハムリン・カーン、アンドリュー・ジョンソンなどと黒人参政権について協議した。南北戦争後、解放奴隷救済銀行の総裁を務めた。南北戦争後の改革やダグラスなどの働きにもかかわらず、 自分たちを取り巻く環境に、さほど向上が見られないと感じた多くのアフリカ系、アメリカ人たちは失望した。彼らは、もはや白人と平等になるという夢を捨て、カンサス市などに集団移住して、白人のいない黒人だけの街を形成していった。ダグラスは彼らに、まだ諦めるなと説いたが、一部の黒人たちに、理想と現実は違うなどと非難されることもあった。 数多くの演説を各地で行いながら、コロンビア特別区の連邦保安官、中アメリカ占領下配置、共和国合衆国総領事を歴任する。またアフリカンメソジスト系協会の主催職に任命される。1872年の大統領選挙では、公民権党がダグラスを副大統領候補に指名した。公民権党は弱小短名の泡沫政党ではあったが、ダグラスは、 アメリカ史上アフリカ系アメリカ人としては、初めて副大統領候補に指名されたことになる。ただし、ダグラス本人はこのことを全く知らされなかった。ワシントン DC アナコスティア川沿いのダグラスの家は、現在、フレデリック・ダグラス国立史跡となっている。ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。 フレデリック・ダグラス・バイオグラフィー。バイオグラフィー c o m 2016年9月2日閲覧。ABC ・ホンダ1982。ピアニッシモ1から19。ホンダ1981。ピアニッシモ P5557。十七堀もひフレデリック・ダグラスとジョサヤ・ヘンソン。19世紀中央の反抗的な奴隷像に関する位置考察。人文社会論争。 人文科学編第30号、2013年、1527、一瞬1344から6061、ネイド1200億532万3633。ナッシュ P236A、フレデリック・ダグラスの自伝における書き換え、自己像の構築、再構築と、永遠化への試み、英文学研究第95巻、一般財団法人日本英文学会。 2018年12月、35から51ページ、ドイ、10.20759、エルスジップ、95.035、イシュン0039から3649。ナッシュ P235 から236ホンダ、創造、フレデリック・ダグラスと、南北戦争、歴史評論第67号、1955年6月、3158。 微春0386から8907、ネイド400億383万279。遠藤、慶一、1850から60年代における、フレデリック・ダグラスと、ハイチ移住運動、西洋史論争第32号、2010年12月、101、112。新面三つぐ、三つぐ、新面、宮城学院女子大学。 ソジャーナ・トゥルースとフレデリック・ダグラスのキリスト教批判、宮城学院女子大学研究論文集、第115、2010年6月、125、土井、10.20641、0000118,0 00ド1100 11億764万7575。伊藤健二・フレデリック・ダグラスの英雄的奴隷についてアメリカ国人の最初の中編小説、2を、 聖安造形大学研究企業第2巻聖安造形大学1995年158から169ページ衣春1340から4180ネイド1100億55万7427滝野哲郎1855年のフレデリック・ダグラスマイ・ボンデージマイ・フリーダムについて 女子大文学外国文学編第48号、1996年3月、9108、ネイド1100億23万4403。ありがとうございます。